3位。3位。はい。っていうかさ、これを3つに絞るって無理じゃないの？だ、絞れる絞れるの？ちょっと待って、絞れる？ちょっと待って。ちょっと待って。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ちょっと待って、もう一回数えよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個あるで10個あるけど、それのもう決められへんのなんそんな片言な決められへんの。え、ちょっと待って、これ3つに絞るってちょっと不可能。ちょっと待ってお兄さん、懐かしいちょっとさちょっとさ、もうさ、何よ、もうさ、順位とかやめようっていうか、もう私たちがもう順位付けなんてしたらあかんよね。まあ今までしてきてないけど、いや、でもちょっと岡田先生に関してはちょっと待って、だからずっと今考えてたけど出てこへんやん、まず1位が出てこへんやん、無理、そうやね、もうじゃあ今回は、特別っていうことで、好きな作品を5つだけ書こう。でも順位とかじゃなくて、とりあえず好きな作品はこれです、5つドンにしようよ。もう無理やわ。なって。なって言われてる。同意を求めてる。特にまあ、もみの木さんが無理よね、それ。無理やで、これ5つでも結構厳しいですよ。厳しい。え、でもそれでいい、うん、いいよ。今回は。今回は。もう動揺してる。分かった、そしたらね、ランキングじゃなくて5つに絞ろう、で皆様にご紹介するということにしよう。そうね、分かった。いい、いいよ。5つ。おー、ジーザーソーマイガーやで、ほんま誰やランキングしようとか言うかなやっぱりさ、できない意味が分かったね。分かった、うん、今までしてこなかったのはやっぱりそういうことだったんだよ。まあでも皆さん大体予想はついてるやろうな、私たちの好きなの、ね。いや、そう思うとやっぱ岡田圭司ロマンティックレビューっていうのはすごいね。これを入れれないのが悔しい。もうあかんもういい、これで。なんか今一気に疲れたなんかもうすごい一瞬にして頭をフル回転させたよね、はい、あの、私たちが好きな岡田圭司先生の、まあ、80年代後半以降の賞、5つ好きなものをランキング付けはせずに、はい、ご披露したいと思います。はい、せーのドーン、ダーン。どう。ラ・カンタータ。ある。ラ・ジュネス。ない。ル・ポワゾン。ある。夢・フラグランス。もちろんある。ダンディズムです。あります。あなたはないのどれかな？ブロードウェイ・ボーイズですか。でございますね。うわ、と、ラ・ジュネスが二人は違うけど、違うって言うんや、あとは一緒っていうことですね。一緒やな、ほぼ。いや、これね、まあ、ここにね、どうしても入りきらないのが、この作品でしたよっていう。私も。魅惑2ネオエゴイストでございます。わかる。ね。いや、もうね、岡田圭司先生のロマンチックレビューってすごいよ。すごいね。だってさ、ラカンタータなんかもう全場面好きやん。そうや。私はね、一番なんですよ。あ、もし順位を決めるならね、ラカンタータが一番なんですよ。はい、分かるわ、シボネー、シボネーです。私が大好きなシボネーです。やっぱりでもさ、キャサリンもいいやん。キャサリン大人っぽい綾華様がね、いいんですよね。あと熱愛のボレロ大好き、はい、大好きです、うん、プロローグも大好き、ちょっとスパニッシュな、はい、大好きね。もうこれは神ですね。そう、
でも私は、うんうん、でも夢フラグランスが、まあ、かなめさんはなんですけど、そうね、多分一番今まで言ってたのはそこじゃないかな。でさ、カフェカラナバルとついだったわけですよ。はい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 、はい、もうこのセットはね、私の中で譲れないものがございます。そうね、そうね、あの2本立てね、これとね、そうそうそう、やっぱこれはストレンジャーですよね、本当にね、うん、あのどうしてそうなったみたいな、今見たらねちょっと不思議な場面が多いんですけど、不思議すぎるよね。でもね、あれが90年代のパンチというか、そうね、忘れられへん、せやろ、はい、でも要様の歌唱力、はい、でまあ要様つながりで言うと、やっぱブロードウェイボーイズは要さんのさよなら公演だったので、ああ、そうかそうかそうか、これはビデオとかにはなってないんですけど、私 CD をずっと聞いてたので、うん、大好きなんやね。大好きです、やっぱもう未だに泣けます。はあ、そうか、うん、そうか、うん、でまあルポアゾンはね、もう皆さんご存知の通りですので、これは語るまでもないでございますね。そうね、好きよ、そう、仕方がない、これは好きよね。そしてまあダンディズム、そう、もうマヤミキ様イコールダンディズムと言っても過言ではないぐらい、マヤミキ様を代表するダンディズム、うん、そう、そして後もね、あのその今度もモア、まあうん、ダンディズムとして再演されますけれども、めっちゃ楽しみなんやけど、ね、うん、その間には渡る様もね、あのネオダンディズムとして再演されてますし、うんうん、そうそう、やっぱダンディズムシリーズっていうのの原点でございます、ね、原点でございますよ、マヤミキ様の原点、原点じゃない、マヤミキ様の原点ではないけれども、まあ、私たちファンからしたらもうこれは外せない。そうね、うん、ここの見どころって言ったら一番あなたはどこが好きですか。やっぱパラディスの場面好きですし、そうです、キャリオガの場面も好きですし、あ、見どころやね、あのエブリバディジャーナーズの場合も好きですし、いやもちろんプロローグのね、あのダッダッっていうミキさん降りてきてダッ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 っていうのがもうそこでもう来たって、わかるね、わかりますよ、赤いスーツでもう花組らしい、うそう、ショーで素晴らしい、素晴らしいね、うん、そうラジュですね、私は、ね、そう、もし2番とするならば、うん、もうラ・ジュネスです。ハマったよね。めっちゃ好きです。これはもう、ね、最近見て余計好きになったっていう。うん。わ、うん、かるわかる。一回ね、私たちも語らせていただいてるんですけど。そう、めっちゃ好き。いい。はい。いいよね。もうね、何もかもが好き。あの、ラップの場面も好きですよ。あ、高根さんのね。そうです。あなたの心つるつる抱きしめたい。抱きしめたい。イエーイってやつね。パッパッパッパラッパ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 ッいいよね。いいよ。やっぱさ、あれちょっと癖があるやつがいいよね。そう。めちゃくちゃかっこいいんですよ。そうなんですよ。かっこいいしかないんやけどね。あと、トドロキさんとね、二人で踊るね。ああ、あの、いろんな、ちょっとコミカルな場面を二人でね、いろいろ。あれ大好き。あれ面白い。何回見ても好き。うん。明るくなる。楽しい。本当楽しい。そう。ラジュネスいいショーやと思う。ラジュネス大好きです。で、まあ、おまけで言うとね、2人ともあの未役2がちょっとね、そうどうしようかっていうところだったっていうことなんですけれども、うん、これは浅利咲様主演でね、そうなの、いいよね、これも癖の強いショーよね。癖ある、これはあるよね、ある、出てる人も癖あるじゃないですかマリコさんにノールさんがいて、しぶきじゅんさんも見て、エマオユーさんも見てみたいなさ、なんかこれのあのなんか墓場の場面あるじゃないですか。ありますありますあります。棺の場面っていうの。はいはいはい。あれのもう、まあ、マリコさんとノル様と、うん、しぶきじゅん様、一人ずつ、はいはい、あの違うカツラで出てくるじゃない。はい。あの三人三様がもう面白くて違いすぎて。ね。すっごい好き。いいよね。いい。まあ、プロローグもテンション上がるんですけどね。あれがありますよね。うわ、結局これね、岡田圭司先生ランキングできませんでした、はい、できませんでしたね。いやでも他にもね、シトラスとかもちろん、そうよ、シトラスの風もあるね。もう他にもきっとあの多分ラパッションとかナルシスとか見たらさ、うん、多分もう入るかもしれない、ね、ま、入るよね、きっとね、入る入る入る、もうなんかその匂いはプンプンしてる、してるしてるしてる。だから皆さんもね、ぜひぜひ、うん、あの岡田先生のね、作品、はい、5つまで、はい、書いてくださると、コメントお願いしますよ。もうランキングなしで大丈夫です。一緒にあの教えていただけると嬉しいです。嬉しいですよね。ちょっとね、やっぱね、ますます岡田先生の、で岡田先生いつもおしゃれなのよね、お見かけした時。おしゃれ、ね、スーツかぶってね、絶対帽子かぶられててね、本当素敵な、素敵、先生でらっしゃるっていう、あの先生ならこんな素敵な作品生み出せるよなってそう思いますね。ね、いや、またあのこれからもね、まあ、次、うん、その星組さんのマーダンディズム、うん、あの楽しみに、楽しみ、あの岡田圭司ロマンティックレビューを、はいはい、私たちはずっと追いかけていきたいと思います
思います。はい、それでは相手のひらゆうがともみぬきひかるでございました。はい、ありがとうございました。ごめんなさい、ランキングできませんでした。